住友不動産三田ツインビルは、東京都港区三田三丁目及び芝浦四丁目に、ある、超高層ビル二棟の総称。正式には、三田三丁目の全社を、住友不動産三田ツインビル西立、芝浦指定目の校舎を、住友不動産三田ツインビル東館と称する。共に2006年に竣工した。三田三丁目計画の名で開発が行われたもので。 SF 三田開発特定目的会社、住友不動産が計画、日券設計が設計、大林組が施行を手掛けた。ツインビルと称してはいるものの、西館と東館は隣り合っているわけではない。西館に面した国道15号から、札の辻交差点を経て、東海道本線、東海道新幹線をまたいだ先にある東館まで、直線距離で200メートルほど離れており、 また西館は地上43階建てであるが東館は地上17階建てと高さにも大きな差がある。だが赤系色の共通の衣装を建物外装に取り込み、一目で二つのプロジェクトが一体のものとして認識できるようにされている。近鉄グループが所有していた三田とホテルとフォード社、代理店であった近鉄モータース本社跡地に建てられた複合ビルである。 ビルは最先端の IT 事業にも対応した高機能貸しオフィスと高度なセキュリティサービスを提供する高級賃貸マンションラ・トゥール・ミタで構成されバリアフリーの促進を目的とするハートビル法の認定を受けている1階には住友不動産ベルサールが運営する会議室ベルサール・ミタが位置し玄関前には日本交通のタクシー乗り場があるラ プール見たは、オフィス界の上部に位置し、最上階から12層にわたり、ワンルームタイプから 4LDK タイプまでの109個が設けられている。ビルの周囲は芝桜を植えた1ヘクタールの庭園が整備されているほか、裏手にある清坂側からも、墓地とマンションの間の路地を経由して入ることができる。だが、高低差があるため庭園との間にエレベーターが設置されている。 庭園の北側角大階段奥には1623年にキリシタン50人が殉教した途急席現ナキリシタン遺跡が所在する大沢商会本社ビルの跡地に建設された複合ビルで貸しオフィスとホテルが配されている1階のエントランスホールはオフィスユーザーとホテル宿泊客の共用エントランスホールでべての人たちを受け入れる空間として 開放感のある R 形状のガラススクリーンで構成されている。14階以上が中庭のあるホテルビラフォンテーヌ東京多田町。合計で165室の客室を設けている。ありがとうございます。